もちゃの王国歌っておりますけれどもね、皆さん雰囲気伝わりますでしょうかね。とにかくね、あの1曲目から皆さんね、あの立ってくれてることがね、もうみんなおーおーとか、ゆうこさんとか声かけてくださったりなんかしてね、本当になんていうの、私はじわじわこうみんなで盛り上がっていったらいいかななんて、あの練習当時は思ってたんですが、もうみんなのパワーにね、1曲目からドワーっていうパワーにね、これはすごいぞみたいな、最後まで私はこのパワーと対決していかなきゃいけないわなんて思いながらね、かぼちゃをね歌ってたんですけれどもね、でも嬉しかったですね。こうやってなんていうの、バンドライブをやろうっていうことで計画して、それで結局ね、なかなか動かなかったものだから、こうなったら自分でなんか動くしかないわみたいな、やりたいんだったら今しかできないかもしれないし、やるんだったらもうやらなくちゃだわと思って自分で動き始めたライブだったのね。それで大阪に、まあ昔バンドとかやったことのある友達がいたんで、まあちょうどお正月、年末お正月だったりは私の仕事自体が結構ストップしたりするから、その間だったら無理してこう休みを取らなくても時間があるから、そこでなんとかこうちょこちょこ、まあ大阪帰ったりしながらね、稽古重ねればなんとかできるんじゃないかっていうことで始まったライブだったんですよね。だからなんていうのかな、本当になんかこういよいよお客さんが入って、なんかお客さんの始まる前のあの緊張感ってすごいね。で特にイベントとかと違って、とにかくもう自分たちでこう動いて集まってもらったお客さんだから、もうその感動も必要でね、なんかこう、そんな思いを秘めながらこのかぼちゃの王国始まったわけなんですけれどもね。さてさてさて、おはがきいただいているのでちょっと紹介したいと思います。山口県にお住まいのペンネームゆうこさん、親友隊くんからいただきました。ゆうこさん、明けましておめでとうございます。今年は最初からついていませんよ。ゆうこさんのライブ行けないんです。でも大阪であるということなので、広島のアニタンリスナーがたくさん行くと思います。広島のアニタンリスナーなんかは広島カープの帽子なんかかぶっていくと面白いんじゃないですか。ゆうこさんライブ頑張ってくださいということでいただいてます。どうもありがとうございました。そうなんですよ、広島からもね来てくれました、ありがとう。それからあと高知、そして長野とかね、あと大分、飛行機に乗って来てくれたというね、本当になんか嬉しいね、クーっていう、ありがとうね。それからそう、大阪だったんだけれども、大阪でも雑音にめげずに聞いてますっていう人がいっぱいいたりしてね、本当になんかお姉さんも今年もアニさん頑張らにゃっていう感じですよ。そしてこちらからね、いただいてるおはがきはね、岩手県にお住まいのペンネームサイレントマクロスくんからいただいてます。ベストアルバムあっぱれ買いましたよ。とっても良い出来だと思います。ジャケット見たとき思わずおおと声が出ましたよということでいただいてます。そう、このねあっぱれの中からね歌った曲があるんです。それも皆さんと一緒に歌ってくださいということでね、大騒ぎした歌です。聞いてください、ひとみにフェアリーテール。はい、じゃあ練習してみますよ。かわいよ、物語は調子で、さすが大阪人やね、たこ焼き食べたパワーをもっと見せてちょうだい。いくよー、さわよ、物語は悲しみから、オッケー、もう一回だけ練習いきます。いいですね、さわよ、物語は Big Dream for Me に全て統一しますが、一番最後だけは Big Dream for Us。 この会場にいる皆さんね、皆さんの夢が叶えますように力を込めていきます。ラストと言ったら Big Dream for Us でいいですね。いきますよ、ラスト Big Dream for Us。
曲の方も後半に差し迫ってきているんですけれどもね、今回のこのファーストライブ全13曲、うん、アンコールも入れて全13曲ということでね、お送りしてまいりましてね。でちなみにね、そう、今回ねバンドメンバーを自分でほら集めたって言ってたね、どうやって集めたかっていう話をちょっとしてみましょうね。ちなみに今回コーラスをやってくれた宮平純子ちゃんとキーボードをやってくれた森幸恵さんは、高校の時の同級生だったり、あとそうそうそう、クラブでミュージカル部で同じ一緒にやってた子だったりするんですね。それからね、あとの、ドラムの吉田さん、ドラムの吉田さんを、東京のある方から紹介していただきまして、もちろん大阪の方なんですけど吉田さんは、紹介していただきまして、で吉田さんの、まあ、一緒によくメンバーでやっているという、キーボード白岡さん、ギターの真淵さん、それからベースの宇田くんなんかね、なんで宇田くんだけくんなんでしょうか、ちょっと宇田くんが一番若かったもんでね、そんな感じでメンバー結成となったわけなんですけれどもね、本当に皆さんにねよくやっていただきましてありがとうございました。何分ね、私たち業界用語で打ち込みっ
ていうんでしょうかね、あのどんどんこうキーボードで、今最近キーボード発達してますからね、いろんな音であの、ね、出してこうどんどん打ち込んでいくというあの楽曲的な、そういうもので楽曲になっているものとか多かったもんで、それをねこうまたバンドでまた一からこうやっていくのはね、とってもね至難の技だったんですよ。で楽譜もね、あっぱれなんかは結構昔歌ってた、何年も前に歌ってた歌なんかがあったりしたから、楽譜ももう残ってないとかいうね歌もあって、そういうのをね一からこう耳で聞いてこうね音に書き並べて楽譜を作ってくださったりとかね、本当に多大な苦労をねかけてしまいました。本当にありがとうございました。ね、本当にもう今回のライブ本当にね、私自身も大きな意味でね、あの歌を歌う人間としてもなんかこうすごくプラスになったし、あとやっぱなんか一人のなんか人間っていうの、社会人としてもすごくなんか勉強になったんですよね。それが何かっていうと、やっぱり今までこうイベントとか行った場合はマネージャーがいて、そのイベントをやってくれるレコード会社があって、プロデューサーがいて、その中でこうコマコマ動いてくれるね人がいて、そういう中で私はまああのよろしくお願いしますって言われて、こうはいじゃあ歌いましょうみたいな形で歌うだけでよかったんですけど、今回はもう全て自分で頭下げてよろしくお願いしますっていう形で人集めをしていったんでね、本当にねなんかこう金八先生で昔武田鉄矢さんが言ってましたけど、人という字は人と人とが支え合って生きてるんだよっていうね、なんかそんなのをね本当にこう体で実感したって、分かってはいたんだけれども、本当にそういうことってやっぱり人間苦労しないとわからないんだなみたいな、そういうものをねすごく実感しましたね。本当に一からねこう集めた人たちですし、そして誰が抜けてもこのライブできなかったわけなんですね。もし病気で誰かが倒れたらどうなっていたんだろうっていうね、そういうギリギリの中でね、本当にバンドメンバーだけじゃなくね、受付を手伝ってくれた方、照明手伝ってくれた方、本当にねありがたい、本当大切なね友達や仲間に囲まれて私生きてるんだなっていうことを実感しました。ありがとうございました。この場を借りてお礼を言いたいと思います。はい、ということでね、番組そうまた曲の方に行かなければいけないんですが、この曲はね、アンコール前のこの、お元気あっぱれお元気ライブのラスト曲になった歌です。聴いてください。
はい、ということでアンコールをいただいてね、雰囲気伝わりますかね。本当にね、なんかみんながね、最初から楽しもうっていう気持ちで来てくれるっていうパワーをすごく感じてね、本当になんか、やりたかったことをやってよかったなって感じでしたね。今回ね、一緒にやってくれたバンドメンバーと言ってたことは、三谷がライブ初体験ということで、それだったら今回のキャッチフレーズは癖になりそうに、国癖になりそうということでね、このライブをやった後、ああこれは癖になりそうやわーって水谷に言わせようじゃないかって、そういうことでね頑張ってきたんですね。本当にね、癖になりそうだってまたみんなのね街でねライブをやれたらいいなって、もし協力してくれる人がいたらね、いつでも水谷はねこのパワーを持ってね、みんなのパワーとね対決したいなとね思っている今日この頃です。本当にね、これはね、最初に ドラムの吉田慎吾さんが言ってくれた言葉だったんですけれども、今回このファーストライブをね自分でやろうと思ったっていう、そのパワーに僕は感動しました。水谷さん、本当に自分で歌っていらっしゃる通り、100万倍の勇気ですねって言ってくれたんですよ、吉田さんが。その言葉がね、なんかとっても嬉しかったです。なんか、自分でね、作詞したっていうこともあるけど、やっぱりみんなにメッセージしていることを決して裏切らないで、私自身もやっぱりこれからもドキドキしたいし、100万倍の勇気を本当に忘れないでね、これからもチャレンジ精神を持って、本当に今年もこれからも、頑張って、楽しく生きていきたいなぁなんて思っています。本当に一年の幕開け、そんな感じです。みんなも頑張ろうね。ということで、今日最後の曲になりました。ライブバージョン、100万倍の勇気、聴いてください。Tonight
定団2、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、水谷優子のファーストライブあっぱれお元気ライブはいかがでしたでしょうかね。本当に来てくださった方も、来れなかった方もなんかね、雰囲気だけでもね、楽しんでいただけたらよかったかななんて思ってお送りしたわけなんですが、さてさてさて、今日皆さんにプレゼントがあります。今年ね、ライブ会場でも販売していたんですけれども、実際にテレフォンカードを作りました、こちらの方をサイン入りで3名の方にプレゼントしたいと思います。そうですね、宛先はあなたのお聞きの放送局の水谷優子のアニメ探偵団2、あっぱれテレカプレゼントとかにまで送っていただけたら幸いです。お待ちしてます。それからね、何度もね、去年から言ってるんですが、ザ・リップルの皆さん、そろそろね、今年ゲストにいらっしゃいますのでね、ザ・リップル、松井直子さん、河村マリアさん、本田恵子さんへのおはがき、そしてザ・リップル皆さんへのいろんな質問のおはがきなどいただけたら幸いです。お待ちしております。ということで、来週もドキドキだぞ。おはがきいただいてます。広島市にお住まいのペンネームプロジェクターライトの NSR 君ですね。7ヶ月前タクシーでアニさんを聞いてからファンになりましたということで、そうですか。まあどこでね、出会いというものはあるか分かりませんね。今もしかしたらタクシーに乗ってるあなたですよ。私が水谷優子でございます。アニメ探偵団2よろしくねということで、まあまあまあ今年もね、一つね、アニさんのね、リスナーも増やしてですね、末永くね、この番組も私自身も精神努力してやっていかにゃならんと思っている1月の今日この頃の私でございますが、ということで今日もきっと必ず絶対最後まで聞いてくださいね。改めまして、水谷優子です。さて今日1枚目のおはがき紹介しましょう。大阪市にお住まいのペンネームよちゃかたけるくんからいただきました。バザールでござるの替え歌でございますね。聞こえたでござる、聞こえたでござる、優子のアニメ探偵団2が聞こえたでござる。でも雑音リスナーはつらいでござる、それにも負けずに聞くでござる、アニさんでござる、ということでいただきました。ありがとうございます。そうですね、大阪あたりだと結構きついところはきついのかもしれませんね。よちゃかくん聞いてくれてる、どうもありがとうございます。そうね、バザールでござるといえば今年もまた新作出るのかしらね。去年年末に出たこうやってトットットットってずっとトロッコをしてって、一気にカラスが止まった瞬間、あーっていうのも結構笑わせていただきましたけどね、私。結構シリーズ作ってる方ね、なかなか感性豊かで楽しませてもらってます。はい。それからね、おはがきどんどん紹介しますね。こちら、広島県にお住まいの山本心くん。いい名前だね。心くんからいただきました。こんにちは、ゆうこさん。本当に寒くなっちゃいましたけど、風邪などひいていらっしゃいませんか？ところで、この間の放送で、広島県のすごいが、バリというのがありましたが、広島にはこのすごいという言葉には3段階あって、それを使い分けています。普通のすごいは、ブチ。ワンランク上のすごいは、ブリ。そして、この間のバリが最大級のすごいということです。広島弁には他にも片付けるというのをのけるとか、元気というのを豆なかい、豆なかいとか言います。なんでも、広島弁は日本で最も怖い方言だそうですが、本当は大したことないんですよ。それでは体に気をつけて、これからも頑張ってくださいということでいただいてます。そうですか。面白いね。バリと、ブリと、あと、ブチ？なんかね、お魚みたいにどんどん形を変えていくっていうのが、バリすげえ。あ、それだとすごいすごいか。
バリカワエとかね、いいんでしょうかね。ふう、いいな、方言っていいな。また皆さんもお近くの方言、これは面白いっていうのあったら教えてください。そしてこちらにいただいたのはですね、広島市にお住まいのペンネーム、目指せ声優ボイスちゃんからいただきました。三谷さん、こんにちは。この間、広島駅の方へ友人13人と遊びに行った時のことです。私はふと指を見た。そしたら、なんと水谷のそっくり。私たち水谷さんファン14人がわざとらしくその人の前を行ったり来たり、本当にそっくり。写真を撮っとけばよかったとみんなで言っている今日この頃です。ということで、いただいてます。そうですか。そうね、14人が見てそっくりっていうことは、よっぽどそっくりだったんですかね。それはぜひとも写真を送っていただきたかったですね。そうですか。でも日本にほら、2、3人はいるって言うじゃない、すごくそっくりな人がさ、へーへーへーって感じよね。でもさ、この間、正月でさ、大阪帰ったりなんかして、弟と会ってさ、弟がね、7つ違うのね。それで、そんなことはどうでもいいんだけど、結構ちょっとぽっちゃり型だったの、背も高いんだけど、その弟はですね、一念発起しまして、ダイエットをするとかのたまりましてね、お菓子大好き人間だったんですが、なんか結構それに成功して、ほっそりしてしまったんですよ。そうしたらですね、なんか、とっても美形系になってしまいましてね、なんかよく見るとまつげなんてとっても長くて、ちょっとこいつもしかして女だったら私より綺麗だったなとか思ったらすごく悔しくなってきちゃって、クソこいつのダイエットコーラ取り替えてやるとか言って、普通のコーラ飲まんかいとか思って、ちょっと嫉妬していた私です。そしてね、でこちらからもね、こんな嬉しいおはがきいただいてるんです。同じシリーズで、岩手県にお住まいのペンネームドラゴンミラージュくんですね。去年の紅白歌合戦の司会発表記事を見て、俳優石田ひかりと声優水谷優子と見間違えた人はいるでしょうか。一見しただけだと見事に間違うくらい似てませんか。なんか目元がよく似てるんですよね、ということで。そう、違う違うとみんなが手を振ってるんですが、そう思われた方いらっしゃいます。でもね、そう、一部ではね、なんか似てるんじゃないとかって言ってくれる人もいるんですけどね。まあいいんです。そうかなーなんてうるさいなみんななんか見て見ない、あさって向いてますけどね。まあいいんです。似てる似てないは人それぞれに感性はありますからね。まあ別にいいんです。私は水谷優子というブランドでね、ちょっと生きていこうとは思ってますが、まあ似てると言われて可愛い子だったら嬉しいなというのはちょっとあるという、それだけのことでございます。はい、さて今日の1曲目いってみたいと思います。こちらはですね、昨年発売になりまして、もう買っていただきましたね。あっぱれ。聞いていただけただけでもいいんですけどね、あっぱれ。しつこいって、この中のね、去年全然おかけしなかったんですが、16曲入ってる中で新曲が2曲ありまして、そのうちの1曲、そうで今回まあ私が100万倍の勇気につな、ついで2曲目の作詞にチャレンジした曲なんですね。この曲はね、聴いてください。夢見るマイボーイ。聞かせて、元気がないわけをいつでも待ってるから、ため息夜はいつでも電話していいよ。喧嘩とかすれ違いもあるね、それだって刺激剤よ。待つって
ライブを聞いていただきました。いかがでしたでしょうかね。いやー、このあっぱれなんですがね、本当に昨年知る人ぞ知る、林原めぐみちゃんに大変お世話になったんですね、このあっぱれに関しては。それでですね、本当にどうもありがとねー、なんて言ってたんですが、彼女にこのお礼としては一つ兄さんによろしくと言われてましてね、それはもちろんこちらからもよろしくということでね、またいつかっていうのはまだ今わかんないんですが、また林原めぐみちゃんがこの兄さんに来るぞという、楽しい番組がなんか賑やかしくなるぞみたいな形がね、予想されますので、皆様、一つね、めぐちゃん宛てのね、おはがきなんぞもどしどしお待ちしておりますよ。さてさて、おはがき紹介していきましょうね。こちらは広島県にお住まいの、ペンネーム私とハサミは使いようくんですね。常連さん、今年もよろしくお願いします。天地無用の OAV 天地無用の美穂ちゃんはとっても可愛い。1992年で優子さんが演じたキャラクターの中でも上位に入るのではないかと思うくらいのキャラクターだと思います。ランマ2分の1のかすみお姉さんとラムネ&40のココア、そして天地無用の美穂ちゃんの3人が会話をしたら面白いと思いますということでいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、天地無用の4巻かな、4巻からね登場してくるということで。そうなの、最初からね、もうずいぶん昔にオーディションは受けてて、美穂役決まりましたって言われたんだけど、結局4巻まで出番がなかったもんだから、イベント関係もね、最初のうちは参加できなくてね、まあ、後半のもしイベント関係あればまたみんなに会いに行けるかもねみたいな形でちょっと期待してるんですが、そうなんです、美穂ちゃんってね、本当にね、なんかなんて言うんでしょうかね、楽しちゃん、雰囲気としては楽しちゃんの、もーっとぼやぼやって、ほえほえっとした、ぼーっとしてるタイプで、婦人警官なんで、宇宙パトロールの警官さんなんですが、あれ？おかしいですわねみたいな、そういうタイプなんです。だからね、この、ハサミを使いようくんの言う、ココアさんもそうですよね。ラムネスーっていう、で、このかすみお姉さんも、あかねっていう人ですよね。この3人が会話したらみんな眠ってしまうかもしれない。羊が1匹2匹と数えるよりも効果的な会話するかもしれないですね。あ、これでも面白いかもね。熱血超音波クラブのあれに反対してね、ちょっと眠ってしまうラジオ番組やだな、そんなのはって。そうですか、ありがとうございます。それからね、こちらにいただいたのは、広島市にお住まいのペンネームバイムーンちゃんからいただきましたね。ようこさん、こんにちは。実は私、言うまでもなく霊感が強いんです。この前というかだいぶ前なんですが、友達の横に霊がいるんです。別にそれは普通なんですが、11月11日の11時30分から水木ありさちゃんのラジオ番組で、あるスタジオに幽霊が出るということでありさちゃんが行ったところ、写真を撮って戻ってきたら、なんとその写真に十字架が写っていたということを聞いたとき、手が震えてしまい、寒くもないのに足のつま先から冷たくなってしまったんです。怖いと思いませんか？ぜひ優子さんの周りでの体験話などがありましたら聞かせてくださいということで。へえ、怖い、やだ。じゃあ結構見ても平気なのかね、バイムーンちゃんはね。結構やめろ、その矢印刺すのはよ。ねえ、こういう話すると寄ってくるって言うんだから、来なーみたいな感じなんですが、まあね、スタジオには結構つきものなんて言いますからね、やめて。だからね、みんなが私の後ろを指さすのお願いやめて。よくさ、昔夜中とかにさ、よくでもないんだけど、たまに夜中勉強するとさ、なんかこの後ろにいるんじゃないかって思い始めたが、最後なんかこう後ろ振り向くのが嫌とかさ、あとあっぱれの中でも一人でおしっこって疑ったんだけど、子供の頃さ、まあ2階建てのお家とかでさ、1階にまず降りてくのが嫌でさ、でトイレの前に大概手洗うとこに鏡とか置いてあるじゃない、いらないのに、子供の頃にと思っててはさ、でその鏡にさ、なんか暗闇の中に映る自分の顔見ただけで怖いみたいなね。であと一人でお留守番してるとさ、こう木目のさテーブルなんかがさ、だんだんこう人の顔、ムンクの人の顔みたいに見えてくるんだよね。やだなやだななんていろいろ勘違いっていうのもあるんですけどね。私ね、そう、去年で言うとね、あった1回、ちょうど某ね、衛星放送でやってるビバリーヒルズ高校白書っていう作品を撮ってる時なんですけど、一回撮ったんです、つるっとね。そしたら、ごめんなさい、もう一回お願いしますって言われたのね。で、普通ほら、
例えばここちょっと遅れてますからとか、なんかこうしてくださいっていう指示があるんだけど、その時何にもなかったのよ。だから一応さ、ほら取り直すにしても聞いておきたいじゃない、何がいけなかったのかって、それ踏まえてやりたいなと思って、何かありましたかって聞いたら、後ろにね、聞いたらディレクターが、ちょっとノイズ入っちゃってとか、ゆうこちゃん早出しなかった、いわゆる自分の私のセリフ以外のところで声出さなかったってディレクターが言うんですよ。で、その時確かに自信を持って、私はその時だけ、まあ、いつもそうじゃないんですけど、その時はあのミスしてなかったんで、そんな早出なんかしてないし、出してませんよって言って、ああそうとか、でも声が入ってんだよねって言うのよ。で、ちょっと今の撮ったし聞いてみるって言われて、ってそこにいた何人かでゾロゾロって聞きに行ったですよ。そしたらですね、あの主役の中原さんが喋っている、中原茂さん喋ってるところにですね、あの女の人の声で、とかね、だかね、そんなようなね、声が入ってるんですよ。で、その時私と中原さんしか喋ってなかったから、で、私は喋ってないって自分は知ってるじゃないね、だからね、あれは何だったんでしょうかね、みたいな。でですね、そういうの会いたくないですよね。やるなよ、悪霊退散みたいなね、もう出ていけみたいな感じなんですが、会いたくないものに会う人もいれば、会いたい人に会えるという人もいましてですね、あの今劇場公開中、もう終わっちゃったかな、正月公開でまだやってるとこではやってるでしょうが、ちびまる子ちゃん私の好きな歌ということで今劇場公開してますよね。そのね、劇場公開にあたってね、ちょっとこぼれ話があるんで、ここで一つだって、私は落語家か今回ね、メインゲストで、あの、松本康則さんと高橋由美子ちゃんが、あの、アイドル歌手の高橋由美子ちゃんがゲストだったんですよ。それでね、当日分かったんです、高橋由美子ちゃんってこと。で、私はカパッとスタジオ開けますとね、高橋由美子ちゃん座ってて、松本さんが、あ、松本さんか、あ、どうもどうもおはようございますとか言って、ふっぴぴんと頭の中にぴぴんと浮かんだんですね、そういえば。松本さんって高橋由美子ちゃんのこと結構好きって言ってなかったっけと思って、松本さんのとこ行ってね、トトトって言って、由美子ちゃんが遠くにいる時に、ねえ松本さんって由美子ちゃんのファンじゃなかったっけって聞いたの。そしたらね、松本さんが、いやでも会ってみたらそうでもなかったよっていうわけね。ねで、ふーんとか言って、あ、そうなのか、とか、ふーんなんて言って、あの、その場過ぎて、どんどんアフレコ会長に住んでいったんですが、終わりがけになって、松本康美さんが、そわそわしだしました。で、何をそわそわしてるのかなと思ったら、あの、いつもあるエクボをより深ませて食い込ませながら、俺、色紙買ってこようかなー、なんて言い出しちゃってね。もう周りにいる私含め周りのメンバーも面白がっちゃって、行ってこいなんてね、あの結局ね、彼はね、あの色紙はなかったんですが、ちょうど12月だったんでね、クリスマスカードにサインしてもらってました。そしてそのね、あの由美子ちゃんお疲れ様って帰った後で見せてもらったらですね、あのサインがあって、グッピーって書いてあるんですよ。で、何ですか、何このグッピーっていうのは、何って聞いたら、松本さんは頬を染めながら、由美子ちゃんのあだ名だよって言ってました。ということで結構楽しかったね、あのアフレコだったんですけれども、はい、ということで聞いてください、ちびまる子ちゃん私の好きな歌から、高橋由美子ちゃんが歌っています、大好き。きっと欲しいな。
はがき紹介していきますね。